さんこんにちは、丸山くるみです。今日は最近のお気に入りの時計やアクセサリーとそれを使った簡単な春夏コーデを紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。今回ご紹介するのはこちらです。ダニエル・ベリントンさんの時計とバングルです。そしてこちらのリングもご紹介していきたいと思います。街中でよく手元とか足元が綺麗に整っている方々をついつい目で追ってしまうんですけど、その中でダニエル・ウェリントンさんの時計とバングルをセットでつけてらっしゃる方々もよく見かけて素敵だなと思っていました。私は今まで使ってきた腕時計は全てゴールドだったんですけど、初めて今回シルバーにしたのはよく夏に指輪でシルバーリングをつけていて、それに合わせたカラーの時計もしてみたいなと思って、こちらは今回はシルバーを選んでみました。そして今回はこういった定番の時計やバングルに加えてリングは新しく登場したみたいで、早く皆様にご紹介したいなと思っていました。それでは早速つけてみたいと思います。シルバーの時計は生まれて初めてなんですけど、こんな感じですごくシンプルなデザインなので馴染みやすいかなと思いました。これからはシルバーの時計に合わせたファッションのコーディネートを考えるのも楽しくなりそうだなと思います。バングルもつけてみたいと思います。このバングルは夏でもすごく爽やかなホワイトのカラーにしました。時計と同じように左手につけてもいいと思いますし、反対の手につけても可愛いと思います。それでは新しく登場したリングをつけていきたいと思います。こちらのリングは男性も女性も使っていただけるデザインのリングです。私は今回こちらのクラシックリングデザートサンドというゴールドとグレーのカラーが入っているものと、シンプルなゴールドのクラシックリングを選んでみたんですけど、彼氏さんや旦那さんとお揃いの色違いとかでつけられても素敵じゃないかなと思います。私も主人とお揃いにしてみたいなと思います。私がすごく好きな感じの落ち着いたデザイン、シンプルなデザインだったので、このようにたくさん手元にアクセサリーをつけたい時でも全体にまとまりが出るような気がします。そして単品でシンプルに指輪だけでも大人っぽく素敵な手元になるんじゃないかなと思います。ではこの時計やバングルリングに合わせて私なりの春夏コーデを撮っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。
今回はお家にあるお洋服で3パターンのコーディネートを考えてみました。時計やアクセサリーがすごくシンプルで上品なので、このようなコーディネートなどに合わせてファッションと一緒に楽しんでいきたいなと思います。今回クーポンコードが発行されていて、商品を購入する際にローマ字でくるみと数字の1と5を入力していただくと、どの商品でも全て 15% オフの価格で購入できるそうですので、時計や新しいリングやバングルなど気になる方はウェブサイトを覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。